パラナはアルゼンチンのエントレリオス州にある都市で、同州の州都、パラナ川の東岸に位置し、対岸はサンタフェ州の州都サンタフェである。2001年の国勢調査によると、人口は23万7968人である。行政の中心としてだけでなく、一帯から穀物、家畜、魚介類、材木が集積される主要化線港でもある。 機関産業は、セメントや家具、セラミックス生産。市の中心部には、植民地時代の教会、2月3日、劇場や行政府、混合様式の大聖堂、パルケウルキーサ公園近くの塔などがある。対岸のサンタフェとの間には1969年に、エルナンダリアス川底トンネルが開通した。市外から7.5キロメートルほどの郊外にある。 ケネラルフストホセデウルキサ空港には、ブエノスアイレス便が就航している。プリメーロで眉広場からパラナ大聖堂を見る16世紀に、サンタフェ市民がパラナ川の対岸に入植し出したのが始まりで、当初はパラナの対岸とか、パラナの渡り場と呼ばれた。公式に建設が宣言されることはなく、サンタフェの終焉部として発展も遅かった。1730年10月23日に、 地元の礼拝堂がブエノスアイレスの事務当局から教区教会のステータスを授かったが、この時をもって正式に町としての歴史が始まったとされる。1813年に公式に村となり、1822年に準州都となった。1854年から1861年にかけて地元のカウディリオのフスとホセデウルキサの元アルゼンチン連合の首都となったことから、 急速な発展を遂げた。1883年に再びー都となった。1994年にはサンタフェと国民憲法改正会議を共催した。市内のパノラマ写真。ありがとうございます。